ワールドでもフェリスでも。久々に本。喧嘩とか。歌で敵を。ここよ。一人目の支配の律者が誕生した場所。いい大学ですね。人形体内のコアを解析した結果、律者に関する情報を手に入れた。ただし、情報があまりにも乱雑で、終わりのないパズルのようだ。しかし、逆探知により1体目の人形が現れたと考えられる場所を絞り出した。ニュージャージー州の大学、宿主は医学部の教授だ。ちなみに今は宿主という言葉で人形の元となった人間を表すことにしている。彼を見つければいいのね。もし彼がまだ生きていればだけど。ああ、できれば本人を助けてほしい。もし失敗したとしても、人形を持って帰ってきてほしい。人形のコアを破壊しないように注意してくれ。中から情報を抽出しなければならない。一体目となる支配の律者のコアは、最も重要なものなんだ。どうして？家系図を想像してみよう。最初は二人だったが、どんどん数が増えていき、木のようになる。支配の律者もそうだ。もしそれが本当に1体目の人形なら、それを基準に他の個体との違いを比べることで、律者の誕生法則、電波規律、能力原理の面から鍵となる情報を入手できるかもしれない。もちろん家系図はあくまで比喩表現だ。実際の計算はもっと複雑だろう。だが何があっても、この一つ目のかけらは僕たちにとって必要なものになるはずだ。私たちの任務は、大学に潜入し、その教授のことを調べ、できれば本人、もしくは人形を見つけて、ネゲントロピーに連れ帰ってくることね。天命のヴァルキリーたちも、律者コアの回収をしてるし、きっと、ヨルムンガンドも動いてるわ。だから、一体目の人形は、すでに彼らの手の内にあるかもしれない。それでも、できるだけ情報を持って帰りましょう。わかりました。四季の律者の方は？残念ながら、まだ彼女の行方はつかめていません。しかし、彼女は私の体内にあるコアとまだつながっているため、たまに断片的なものを感じます。断片的？視覚や感覚のようなもの？ええ、でもどれも一瞬だけですが。彼女が心配なの？ええ、彼女は律者ですが、その根の部分は悪くありません。このまま放っておけば、また崩壊の意志に狙われる恐れがあります。じゃあ、コアの力を使って彼女を探すことは？できないと思います。どうして？変なんです。コアは私の中にありますが、四季の律者の力は彼女が主導権を握っています。都政の羽の、一枚の羽を頼りにこの世に存在しているのです。綱引きみたいなもので、私が律者の力を使おうとすれば、彼女を自分の方へと引き寄せなければいけません。しかし今の私にはできない。綱の反対側は彼女がきつく握っていて、どれほど力を入れても動かないのです。もちろん都政の羽の称賛、それと私自身の力がまだ回復していないことも関係しているとは思いますが。負荷の体は
その影響を受けてるの？任務の遂行に問題はありません。学園長、お気遣いありがとうございます。学園長。負荷の過去を知った今、学園長と呼ばれるとなんだか変な感じがするわ。そうですか。でもあなたはセイフレイヤーの学園長なんですから、事実を口にしたまでです。ソルトレイク基地のことを聞きました。皆さんは大丈夫ですか？ブローニャの状態は安定してるわ。律者の力は奪われたけど、体の方は大丈夫よ。安全のためキアナにはしばらく任務を与えず、施設内で待機してもらってる。ええ、もし支配の律者の目的が律者の力なら、その判断は賢明です。ただまた部屋にいてもらうことになるのは申し訳ないわ。せっかく自由に行動する権利を手にしたばかりなのに。キアナはそんなことを気にしないと思います。だから申し訳ないと思うのよ。セイフレイヤーにいた頃だったら今頃大暴れしてるのに。あんなやんちゃだった子が今はもう大人になっちゃって、早く永久バルキリーになって任務に出たいって騒いでた日々が懐かしいわ。気づいたらキアナは大人になっていて、聞き分けも良くなり頼もしくなってた。あの子の変化を見ると、なんというか嬉しいけど同時に辛くもあるわ。学園長。そんな彼女を見てると、たまに過去のことを思い出して、またあの無邪気な笑顔を見せてほしいと思うの。今のキアナの笑顔はもう昔とは違うものになったわ。でもそれもいいことだと思う。人は前を向かないと。彼女たちの選んだ道を信じてるわ。キアナも、ブローニャも、メイも、もちろんフカもよ。私？あなたもセイフレイヤーの一員でしょ？ありがとうございます。さて、年長者のおしゃべりはここまでにして、任務を開始しましょう。学校に潜入するため、わざわざこの格好で来たんだから。似合ってますよ。おい、間違ってるぞ。あ、間違ってる？この入り口は通行禁止なんでしょうか？違う違う、ここは大学、小学校なら向かいだよ。小学校？あ、実はですね、ケビンさん。この子は私の妹なんです。妹の夢はこの学校で勉強することなので、今日は見学させるため連れてきました。ああ、なるほど。ああ、友達の娘もちょうどこの子と同じくらいの年で、ここの学生になりたいと言ってたな。お嬢ちゃん、どの学部を目指してるんだい？お姉さんと同じ学部かな？私は、そうなの。お姉ちゃんの学校はすごく綺麗って聞いたから、中に入って見てもいい？ああ、もちろんいいさ。ちゃんと勉強して夢を叶えるんだよ。うん。可愛らしい妹さんだ。これ以上邪魔はしないでおくよ。ありがとうございます。なんなの？どうして私の体は子供のまま止まってるの？まったく不便だわ。それはむしろ羨ましいことなのでは？腹が立
もうこんな格好二度としないわ。とにかく、まずはあの教授の研究室から調べましょう。こっそり忍び込むわよ。この学校は、セイフレイヤと少し似てるわね。久しぶりに学園に戻りたいですね。でも、生徒はあまりいないみたい。夏休みだから、皆さん帰省したのでしょうか。そういえばそうだったわね。セイフレイヤは、夏休みでもみんな学園内にいるから、勘違いしちゃったわ。ここが彼の研究室ね。結構散らかっていますね。何かないか探してみましょう。手がかりがあるかもしれないわ。講義の時間割り。ああ、結構入ってるわね。ローンの通知書に、電気代の催促状。どうやら経済的なトラブルがあったようです。これは、日記でしょうか。あの教授の日記？名前からしてそのようですね。見た感じは普通の日記ね。5月15日。あれ、今月も半分が過ぎた。まだ返答はない。5月17日。はあ、また不採用になった。くそ、なぜこの研究の重要性がわからない。すでに7つの医学誌に不採用を食らった。もういい、ここまでだ。誰もこの革新的な課題を理解していない。ネガティブな感情を随分と溜め込んでたようね。終わった。今月も進展なし。お金も全部ローンの返済に当てた。昨晩、劇場の夢を見た。これだわ！劇場は非常に広く、ゴシック建築のようで、映画で見たビクトリア朝を思い出す。しかし、中には誰もいない。まるで、私のためだけに作られたみたいだ。かすかに声が聞こえた。私はここにいるべきだと、みんなはここにいるべきだと。みんなとは一体。そう、そうだよ。一人の声は小さく、弱い。だからもっと仲間が必要で、もっと多くの声が必要だ。待て、私は一体何を書いている？はあ、ストレスが溜まりすぎているのかもしれない。また、あの劇場の夢を見た。私は誰かに背中を押され、舞台の中央で歌って踊っていた。誰かが拍手してくれた。その音は木材がぶつかり合う音のようだった。精神科を予約した方がいいかもしれない。おかしい。私はあの劇場の夢を期待するようになっている。昨日は一日中眠っていたみたいだ。何の記憶もない。目覚めた時、目の前には木星の私が座っていた。この木星の私が人形ね。その身長も、座る姿も、顔も、私とそっくりだった。ああ、わかった。
あの劇場こそが私の帰る場所。私を待っているんだ。これは劇場がくれた贈り物。現実の私の身代わり。支配劇場へようこそと、夢の中で誰かが私にそう言った。いや、違う。あれは私の声だった。私が自分に話しかけたのか。歌う、解剖、手術、解剖、支配。支配、解剖。このページ、何も読めないくらい塗りつぶされていますね。夢の中の声、支配劇場、それと謎の人形。どの被害者も似たような経験をしているわ。現実で人形が生まれた後、彼らはおかしくなって気を失い、さらに失踪するケースもあります。そして人形は彼らを演じ、彼らの代わりに事件を起こします。支配劇場は奴らの本拠地ってことね。ブローニャとゼーレの情報によると、例の劇場は異空間のようだった。人形たちは自由に劇場を出入りできて、他人が入ることを拒否することもできるかもしれない。まるで改札員のようね。残念なのは、日記に他の手がかりがない点ですね。だからここに残っているのかもしれませんが、職員寮に行きましょう。それと警備員に教授が失踪した当日の詳細を聞いてみましょう。わかった。職員寮には私が行くわ。警備員の方は負荷に任せるわね。私が行くと、きっとまた子供扱いされるし。警備員は確かここら辺に。私に何か用かな。君、体に異物があるみたいだね。人形？私が助けてあげようか。ん？お、君、どういうことだ。何がですか？律者コアの気配を感じて往診に出たというのに、君のは血栓のような、違う、種物、それも違う。君は自分の力を扱えない偽物の律者か。あなたは知らなくてもいいことです。どいつもこいつも気分が悪いのに隠そうとする。それじゃあ治る病気も治らないだろう。リラックスして私の言う通りにするんだ。ちゃんと治療してあげるから。自分のことだけ心配してください。最近の若者は言うことを聞いてくれないな。医者の言うことはちゃんと聞きなさい。やった！
よ。やさすがにこれはかなわない。逃げるが勝ちだ。待ちなさい。逃がさないわよ。神の鍵、面白い。でもこんな死んだコアよりも生きてるコアの方がもっといい。何せ解剖は法医学の専門だから。あなたたち一体何が目的なの？目的？お嬢さん、医学の最終目標は何だと思う？人類の進化に決まってるだろう！まだわからないか。崩壊は病なんかじゃない、抗体だ。人類にとって良薬なんだ。学園長、多分そいつと話しても無駄です。おや、もうやめるのか。いいだろう。じゃあ手を動かすとしようか。何をする気？これはただの体だ。まだ人類だった頃の私と一緒だ。私の意志も精神もとうに仲間たちと支配劇場と一つになった。私が一人でも生き残れば私は死なない。見るがいい。私たちはどこにでもいる。私たちこそが人類の理想的な姿。勝利は私たちのもの。やれるものならやってみなさい。これがあの教授の人形ね。コアは避けておいたから、持って帰って博士に渡しましょう。ええ、しかしどこかおかしいです。フカもそう思う？なんだか不安になるぐらいうまくいきすぎてて。奴らは仲間や自分の犠牲を全然気にしていない。まるで本物の木彫り人形みたいだった。なるべく早く皆さんと合流しましょう。ええ。今日みんなをここに呼んだのは、律者コアの解析進捗の報告と次の戦略を決めるためだ。ではアインシュタイン博士、テスラ博士、フカとテレサさんが持って帰ってきてくれた人形のおかげで今までの推測の実証ができた。分かりやすいように説明すると、人形たちは相互接続するネットワークのようなもので、支配劇場はそのサーバーにあたる。人形たちの間では一定の情報共有が可能で、それが奴らの主な情報源だ。でも絶対的なものじゃないわ。もし協力的じゃない人形がいたら、他人と情報を共有しないこともあり得る。まだ人形内部がどういった状態かわからないからね。しかし逆に言えば、そのネットワークを利用することもできる。博士が前に言ってた逆探知ね。そうだ。ネゲントロピーが所有する数十体のコアサンプルを通して人形の残存数と活動位置をかなり正確に推測することが可能になった。それはつまり敵に一方的にやられる状況じゃなくなったということだ。すでにこの方法で人混みに隠れた人形を10体以上倒した。敵の位置と数を把握できれば反撃の計画も立てられるだろう。いいお知らせね。人形の戦闘力はかなり低いから、武力による戦闘に持ち込むことができれば
勝つ方法はいくらでもある。しかし今は厄介な問題があるんだ。問題？人形の動きが止まった。止まった？どういう意味？文字通りの意味だよ。止まった、やめた、トラブルを起こさなくなった。情報が漏れたことに気づいたから？それも一つの原因かもしれないが、もう一つ気になることがある。人形の数がちょうど500で止まったんだ。ちょうど1000人の半分ですね。その通り。2日前人形を観測していたら、その数が501から500になった。その時から人形たちは何の前触れもなく活動をしなくなった。丸2日間人形は姿を現していない。計画を放棄したか、それとも奴らの計画が新たな段階に入ったか。奴らがこれまでにやってきたことだけでも、もう十分世界中を混乱させてるけどね。破壊はまだ副次的なもので、一番厄介なのは集団における不信と猜疑心。人と人との信頼関係がますます悪くなってるわ。ほら、私も半月もの間帰れなかったでしょ。現状は俺たちにとってかなり不利だ。今の状況を変えなければならない。これまでの方法のまま人形が現れる時に現場に向かうのではダメだ。時間的に受け身になるだけでなく、兵力も分散してしまう。だから最も望ましい方法はこちらから打って出ること。相手を一箇所に集めて一網打尽にする。確かにこれは簡単なことではない。この状況を作り出す方法は二つだけ。追い立てる、もしくはおびき出す。追い立てることに関してはあまり現実的ではない。人形はあまりにも分散していて数も多すぎる。だからおびき出すしかないだろう。支配の律者が絶対に見逃せない状況を作り出し、罠にかけるんだ。待って、人形たちが見逃せない状況、それっておとりが必要ってこと？そうだ。おとりは私がなる。なんですって？キアナが。支配の律者の目標は律者。二つのコアを持つ私なら、きっと奴らを引きつけられる。そもそも、この計画も、私がベルトに言い出したことだし。俺から説明するよ。別にキアナを危険にさらすつもりはない。俺たちはハイペリオンに乗って、北極基地。すなわち国会が提案した空の律者のために作られた収容施設に向かう。今までの経験上、人形たちは必ずその情報を入手する。北極基地の周囲100キロは無人エリア。人形が誕生する条件を満たしていない。基地内には電磁障壁があり、そこから支配劇場へと接続することは不可能だ。今、ソルトレイク基地にも同じ遮断設備を導入した。つまり、ソルトレイク基地からハイペリオンに乗って北極に到着するまでの間が、人形たちにとって唯一キアナの力を奪えるチャンス。敵のために作った隙ですか。奴らに与えられた選択は二つのみ。空の律者の力を諦めるか、全力で奪いに来るかだ。もちろん計画の実行に関しては今ここにいるみんなが決めることだが。賛成に一票。博士、この計画なら相手の不意を打てる。人形に対策を考える余裕はなく、準備も比較的不足したものになるだろう。一方、僕たちは終始ハイペリオンでキアナをサポート可能だ。つまり僕たちは戦力を集中させることができる。
私も賛成よ。今のところ一番有効な作戦だと思うわ。テレサ、委員長、それにブローニャとゼーレ、みんなから見た私はずっと危険に身をさらしてるのはわかるけど、今回は違う。みんなの力が必要なの。みんなのこと、そしてネゲントロピーの人たちのことを信じてる。だからみんなにも私のことを信じてほしい。バカキアナ、もちろん信じてるわ、ずっとね。ただつい心配してしまうだけです。キアナ、大丈夫ですか？うん、安心して、勝算はある。キアナ、心配しないで、ゼーレ、みんながいれば安心できるから。ゼーレも頑張るよ。どうやら結果は出たみたいだな。では、今回の殲滅作戦は3日後に執行する。今日みんなをここに呼んだ理由はもう分かってると思う。新たな情報を入手した。空の律者は近々北極の基地に移送されるらしい。これはあからさまな挑発だ。これ以上我慢しろっていうのか。あいつらにとって私たちは雑魚、チーズにしか目のないネズミだ。だからこんな分かりやすい罠を張ったんだ。この機会を逃したら私たちはネズミ以下になる。売られた喧嘩なら買ってやる。そして完膚なきまでに潰してやる。罠にかかったのはネズミじゃなくヒグマだと気づいた時、奴らはやっと後悔する。よく言った。身の程を知らないあいつらに私たちを舐めるとどうなるか思い知らせてやろう。本物の団結を見せてやるんだ。ああ、その通りだ。そうだそうだ、もう見下される日々はごめんだ。今の私たちには力がある。仲間もいる。これは団結した私たちにしかできないことだ。そうだそうだ、よし。では今回は満場一致で空の律者に総攻撃を仕掛ける。状況はどうですか？レーダー範囲内に異常なし。わかりました。引き続き待機します。北極まであと半分。急がば回れ。敵もそれがわかってます。あ、来たわ。戦備方向より高速接近する飛行物体を複数検出。作戦準備を。戦備はブローニャたちのいるエリアです。せっかく招待を受けたんだ、ないがしろにするわけにはいかないだろう。これはスパイクを奪われた小娘と治療を拒否した患者じゃないか。あ、ダイエットして。
の適正反応を再び検出。このまま行くと甲板で接敵するわ。甲板。はい。ゼーレ、敵がそちらに向かってます。わかった。ブロニーお姉ちゃん安心して。ロザリアとリリアのこともお願いします。うん、任せて。いや、久しぶりだ。黒と白のお姫様、子供を連れて散歩中かい？終わったかな。船尾側も片付けました。うん、でもレーダー上にはまだ敵がいるわ。船内に入りました。調子はどう、キアナ？大丈夫だよ、テレさん。落ち着いてるわね。昔のあなたならとっくに飛び出してたのに。そうだね。でも私が言い出した計画だからちゃんと最後までやり遂げないと。何の音？人形？もうここまで入ってきたの？でも、あんたたちは罠にかかった。餌を全部食べてしまえば、罠にかかっていないのと同じこと。やれるものならやってみなさい。十字架よりも背の低い小学生のくせに、私たちの邪魔ができるとでも。発電システムを攻撃したわ。奴らの目的はキアナの周囲に張られた電磁障壁の向こうかよ。なんですって？障壁が消えた。プラン B に行こうよ。キアナ、覚えてて。ソラノ、通信が妨害された。もう言うのも面倒だけど、あなたのためにもう一度言ってあげる。キアナ、ようこそ支配劇場へ。ヤカルドでもフェリスでも。餌は全部魚の腹の中に入ったよ。これがブローニャが言ってた支配劇場。みんな
見て、これがネゲントロピーが私たちにくれたプレゼント。この娘をどう処理するか会議した方がいいかな。いい奴らが私たちの仲間を分解したように、あの子を分解してやろう。縛ってゆっくり研究しよう。ここは狭すぎる。まずは広い場所を探さないと。おい、逃げるな。まだあなたをどう処理するか決めてないんだから。律者の力を使わなければ大丈夫だと思ってる？あなたが死んだ後でもコアはいただけるから。あと少し。探してるの？そうだよ、あんたたちのね。どう？気に入ってくれた？あなたって本当に可愛いね。何もかも変わってしまったと思ったのに、そのバカさ加減だけは全然変わってない。もう一度見て、私たちの人数とそっちの人数。あ、忘れるところだった。あなたは計算が苦手だったね。どうりで理解できないわけだ。いいでしょう。せっかくあなたが広い舞台を選んでくれたんだ。特別に私たちが算数を教えてあげる。チャンスは一度だけ。自分の力をコントロールするんだ。奴らに与えられた選択は二つのみ。空の律者の力を諦めるか、全力で奪いに来るかだ。もちろん後者になった場合、三つ目の状況が発生する可能性がある。人形がキアナを支配劇場へと引きずり込み、律者の力を使わせようと持久戦を持ちかけてくるだろう。それに奴らは他の人を劇場に入れず、キアナを一人にします。ああ、だが逆に言えばそれは絶好のチャンスとなる。どういうこと？そんな状況になったら、私は空の律者の力を使ってハイペリオンを支配劇場に転送する。転送？そんなことできるの？理論上は可能だ。退去研究を覚えたことで、キアナは律者の力を使うための基礎ができた。四季の律者の事件でも空間能力を完璧にコントロールして負荷を救い出してる。でも1回目が成功したからって2回目も成功するとは限らないわ。ハイペリオンほどの物体の転送をキアナは一度もやったことがない。一歩譲って転送対象の大きさをクリアできても、支配劇場の中から外にあるハイペリオンの位置をどう正確に把握するかも問題よ。でもできないわけじゃない。そうでしょ。正確な緯度と経度を特定の信号に乗せて送るか、
もしくは私が追跡機を持つか。そういう方法だったら博士たちの方が詳しいんじゃない？これは賭けになるわ。でも賭ける価値がある。支配のリチャとの戦いの中で私たちはずっと受け身だった。敵を一網打尽にできず劇場に逃げられる可能性もある。そして私たちには自分の意思で劇場に入る方法がない。テレサが入手した情報によると、一体の人形が生きているだけで私たちは不利な状況になる。だから敵を一気に叩くにはこれしか方法がない。待って、キアナはリツシャの力を使わない方がいいんですよね？それに一般人が劇場に入ったらブローニャお姉ちゃんと同じように侵食を受ける可能性は？リツシャの力を使えば力が奪われる。その結論自体は間違っていないが、それには一定の条件を満たす必要がある。まず人形と対象の距離が近い必要がある。次にリツシャの力は人形もしくはその創造物が受けないといけない。だから奴らは戦闘中君から離れないよう一定の距離を保ち、さらにリツシャの力で奴らもしくはその傀儡を攻撃するよう動いてくるはずだ。まあ劇場に穴を開けること自体その創造物に使用することになるのかはわからないけどね。侵食の件に関してはすでに方法を考えてあるわ。簡単な隔離装置を作っておく。これは作戦開始までに何とかするわ。この計画には不確定要素も多いが、ハイリスクハイリターンなものだ。もちろん計画の実行に関しては今ここにいるみんなが決めることだが。よし、準備万端。何これ、嘘でしょ？キアナ、聞こえてる？聞こえるよ、通信が回復したみたい。よかった。ハイペリオン、空中支援機構を投下開始。よく見てなさい。これはこの私があんたたちのために特別に用意したものよ。ハッキングできるもんならやってみなさい。やったわ。生きた心地がしなかったわ。キアナ、今から支援に向かいます。失礼な奴らだ。本番中に観客が舞台の上に上がるなんて常識がなってないね。勝手に入ってきたこと後悔させてやる。今日の主役が誰か分からせてやるわ。ハイペリオン、行け！猫がぶちくるよ。他にもおもちゃがあるなら一緒に出してみたら？ならこれでどう？なんですって？私の専売特許を盗むんじゃないわよ。あれ、壊れたの？故障かしら？技術を盗むだって？寝言は寝てから言いなさい。支配のリツシャ。
欲しいものがあるなら、久々に本気を見せましょう。算数が得意なんでしょ。自分たちに勝算があるか、もう一度計算してみたら。まだ終わってない。あんたたちの負けだよ。いいや、私たちは全力であなたを私たちの一員にする。キアナ。え、キアナ、気をつけて。劇場にいる500体の人形が全部あんたの方に向かってるわ。人海戦術ってわけ。やつら一か八かの勝負に出たみたい。どうだ、カンちゃん行け。アンコールよ、カンちゃん。カンちゃん、そろそろダイエットして。爆弾だ。シュシュシュ、笑い声。私一人だけだ。天球士の時と同じ。天球士？キアナ、一体どうしてなの？あなたが私たちを倒した時、何の迷いもなかった。まるで私たちを感情のない怪物みたいに扱った。よく考えて、キアナ。本当にそうだった？私たちにも信念があって、意志があって、仲間もいて。でもあなたは間抜けで、救いようもない人類のために、いとも簡単に私たちを殺す。本当にそうする価値が人類にあるの？話はもう終わった？よく考えて、キアナ。考えるんだ。
終わったよ。やったわ。残り500体の人形は反応が消失。よく頑張ったわ。キアナ、大丈夫？大丈夫。ちょっと疲れただけ。空間が崩れ始めた。支配劇場はもうすぐ消える可能性がある。ひとまずハイペリオンに戻ってくれ。行きましょう、キアナ。ブローニャが支えます。ありがとう、ブローニャ。やっと戻ってこれた。待って、甲板にあるのは何？人形が消滅した後に残った残骸と奴らのコアだ。500体分の？想定外のことがなければそうなるね。嘘でしょ。片付けが大変じゃない。回収作業はネゲントロピーがするから。みんな今日はお疲れ様。そうだ、ボス頭、今日の掃除当番って誰だっけ？君だよ、テスラ博士。え？嘘でしょ？私を呼んだ？ああ、座ってくれ。キアナ、体調はもう大丈夫なの？ゼーレもいたんだ。ありがとう、もう平気だよ。身体検査も特に異常はない。食欲はどうかな？バッチシだよ。1日4食だし、訓練の日はハンバーガーを追加するくらい。事件が解決したおかげでご飯を美味しく感じてるのかも。今みんなキアナとご飯を食べたいって言ってるもんね。人形の事件が一段落してみんなもほっとしたんだと思う。あとキアナの戦いぶりをみんな見てたから話しかける人が増えたよね。それで食堂のおばさんに怒られちゃったよ。みんな待ってるんだから早く来なさい、じゃないと料理が冷めちゃうでしょってね。そうだ博士、支配の律者の状況はどうなってるの？コアは全部回収した。ここ2週間支配の律者の反応は出現していない。ならよかった。ネゲントロピーと天命、それから一部の国にも作戦結果を通達した。まだ危機が完全に去ったとは言えないが、ひとまず一段落したとは言っていいだろう。ただ人形事件の影響により崩れた社会秩序には修復に時間が必要だ。それにそう簡単に癒えない傷もあるだろう。まだやるべきことがたくさん残されてる。だがキアナ、君のおかげで僕たちは見事に勝利した。ううん、うん、みんなのおかげだよ。そう言うと思ったよ。だが感想は夜まで取っておいてくれ。夜？忘れたのかい？僕が君とゼーレをここに呼んだ理由。え？ネゲントロピー創立60周年のパーティーだよ。もう過ぎてるけど、やっぱりやった方がいいってアインシュタイン博士が言ってくれたの。前回一緒に買い出しに行ったでしょ？やっと飾り付けができるんだよ。あ、そうだった。なんだかすごく昔のことのように感じるよ。60周年、つまり61回目の創立日。ネゲントロピーってこんなに歴史が長かったんだね。そうだね、いろいろあったけど解決できてよかった。今夜はみんなでゆっくり過ごすとしよう。もしかしたらテスラ博士の余興を見られるかもしれないぞ。え？テスラ博士が？普段ならそんなことしてくれないが、僕が彼女のコーヒーにこっそりと酒を入れたら
どうなるかわからない。楽しみにしておくよ。みんなも知っていると思うが、ネゲントロピーという組織は創立の日から様々な困難に直面してきた。1976年、俺たちが20回目の創立記念日を祝った時、俺は創始者のプランク教授にこんな質問をした。ネゲントロピーの未来は一体どこにあるかと。あの頃、天命の方位により俺たちはアメリカ以外の場所で活動ができず、ムーンライトスローンの研究もなかなか進まなかった。だから当時の俺はそういった状況のせいで組織の発展がかなり制約を受けていると思った。しかし教授はそう思っていなかった。私たちみんながネゲントロピーの未来よと。彼女は自分の心臓を指さしながらそう言ったんだ。私たちが冷静に天命と交渉すれば、天命はどうすることもできない。私たちが落ち着いて建設をちゃんとすれば、ネゲントロピーはどんどん強くなる。そしていつかみんなが世界の素晴らしさを感じることができたら、人類は必ず崩壊に打ち勝てる。それが俺たちネゲントロピーの根幹にある精神だと俺は思う。明日にはもっと苦しい任務がみんなを待っているが、今日俺たちはここでネゲントロピーの61回目の創立記念日を祝おう。みんな、ネゲントロピーの精神に乾杯。乾杯。いろいろ見て回ろうかな。格好するなんて珍しいね。一応パーティーだからそれなりのマナーをと思ってね。でもなんだか委員長少し緊張してる？そういうわけではないけど、こういう場面にあまり慣れていないから。それにやはり四季の律者のことが心配で。うん、確かにそうだね。正直に言うと彼女にもこのパーティーに参加してほしかった。どうして？こういう集団生活を体験できれば、もしかしたら彼女は違う選択をするかもしれないからね。テレサ。あら、キアナ。パーティーはどう？ゴーヤジュースがないことと、初対面の人たちに子供扱いされたこと以外はいい感じね。あ、キアナ。あ、こんばんは、モモ。前回試食を依頼した料理の感想、後で教えてね。うん、わかった。キアナ、出張から戻った同僚が記念品を持ってきてくれたよ。時間があったら見に来てね。うん、後でね。ブローニャ、ここにいたんだ。キアナ、せっかくのパーティーなのに食べないんですか？会場のセッティングをした時につまみ食いしちゃったからね。さすがキアナです。ブローニャは人の多いところが苦手だと思ってた。たまには賑やかなのも悪くありません。セーフレイヤーにいた頃を思い出します。うん、私も。料理がたくさん。つまみ食いしてお腹いっぱいになっちゃったのが残念。スイーツもあるの？もう少し食べちゃおっかな。
スイーツは別腹だからね。ロザリア到着。彼女たちはこういうイベントに向いてるね。キアナ、さっきの演説とっても良かったよ。即興で話したまでだ。だが全部お世辞ではなく本心から思ってることだがね。俺はネゲントロピーの理想が実現することを願っている。もちろんそうなるまでには君たちの努力も必要になる。まさに教授の言った通り、俺たちみんながネゲントロピーの未来だ。うん、私も覚えておくよ。アインシュタイン博士。やあ、キアナ、楽しんでるかい？楽しんでるよ。テスラ博士は？余興を見せるんじゃなかったの？ああ。彼女のコーヒーに細工したとき、うっかり手が滑ってしまってね。彼女は朝までぐっすりだと思うよ。博士。セッティングお疲れ様。ゼーレのおかげで綺麗に飾り付けできたね。みんなも気に入ってくれると嬉しいな。子供たちも楽しめてる？うん、この間一緒に買った風船を覚えてる？みんなすごく気に入ってくれたんだ。うん、覚えてるよ。店主が割引してくれたもんね。今度機会があったらまた一緒にお出かけしよう。うん。日向ぼっこでもしようかな。少し眠くなっちゃった。どうしようかな。せっかくの機会だし、もう少し見て回ろう。
どうしようかな。もう部屋に戻って寝ようかな。今日はいい夢を見れる気がする。はあ、そろそろ寝ようかな。ん、こんな時間に誰だろう。こんばんは、キアナ。ブローニャ、どうしたの？どうしたの？やっぱり人の多い場所は苦手だった？心配ありません。キアナはどうでしたか？うん、十分楽しめたよ。でも、やっぱりセーフレイヤーにいた頃の方が楽しかったかな。あ、別にここのパーティーが悪かったわけじゃないよ。ただ…あそこには一番素敵な思い出があるから。そういえば、ブローニャもあの人形たちと接触したんだよね。はい。ブローニャが遭遇した宿主は司会者でした。うわ、よく喋りそうな相手だね。はい、まるでトークショーみたいでした。めんどくさそう。キアナは最後の人形が話したことを気にしてるんじゃないですか。バレた。少しだけね。奴らは人類ではなく歪んだ人格に過ぎません。わかってるよ。ただ考えてみたんだ。私だったら人形になることを選ぶのかどうか。もしパパが助けてくれなかったら、メイ先輩とブローニャがいなかったら、テレサが入学させなかったら、みんなに出会わなかったら、今の私はどうなってたんだろう。そう考えると、私はずっとみんなの優しさに甘えてきてた。あの人形たちは失敗を経験し、中には失敗を繰り返す者もいた。そういった中で、彼らは孤立無援で希望を失い、心の闇に屈した。なんていうか、彼らの気持ちも少し理解できるんだ。ただ、理解はできるけど、正しいとは思わない。失敗したから諦めるとか、苦しいから屈するとか、私は思わない。もちろん、みんなが助けてくれなかったら、私は進むべき方向を間違えてたかもしれない。けど、どれだけ険しい逆境の中でも、素晴らしいことは存在すると思うんだ。そして、次は、私が誰かを助ける番。天球師から退去山、それから今回の作戦。キアナはもう十分たくさんの人を助けました。だから安心してください、キアナ。いつかみんながこの世界の素晴らしさを感じる日が来ます。ベルトの言葉をもう自分のにしちゃったの？正確に言うと、これはプランク教授の言葉です。ブローニャはとても気に入ってます。うん。そうだね。いい言葉だよね。ありがとう、ブローニャ。なんか、ブローニャと話したらすっきりした。はい。それならよかったです。早く寝ましょう、キアナ。今日はパーティーでしたが、明日も訓練がありますから。うん。おやすみ、ブローニャ。おやすみなさい。キアナ。
メイ先輩、姫子先生、絶対連れて帰るから。